山さん、はい、すごい展開でゲームを決めました。今の気持ちいかがでしょうか。いや本当に繋いで、こういう展開で回ってきてラッキーでした。しかし9回1分4点最高の雰囲気でマツダスタジアムのお立ち台、どうですかこの眺め、そして気持ちというのは。後半戦スタートして大変長らくお待たせいたしました。どんな風に空気感じてましたでしょうか。まあ、ピッチャーも頑張ってくれてましたし、まあ、もう一人でひっくり返せるものじゃないんで、もう先頭の、つなぎから、一人一人が粘った結果だと思います。そして最後の場面なんですが、チャンスが回ってきました。どんな気持ちになったですか。この打席だけは凡退できないなと思いました。そしてこのオープンでどこまで記憶があるかは分からないんですけれども、うまくヒットを打ってゲームが決まりました。その後の記憶教えていただけますか。とにかくこの時間でも寒いんで水が来ないことだけ思っていて、みんながこう囲んでくれたんで、まあ、本当に嬉しかったですし、ハイタッチが終わった後に川田コーチの一撃がちょっとまだ残ってます。皆さん、最高の形で連敗が止まってマツダスタジアム立ち合いに立ってみんなで勝ったこの勝利、改めて今の気持ちを教えてください。もう一つ勝つのは本当に大変だなと、まあ、今になっても感じますし、まあ、これから、この球場でたくさん勝っていく姿を見せていきたいなと思います。今日は竹下さんがピースマイターということで、マツダスタジアム初めてこのピースマイターを体験されると思うんですが、これ勝ち負けのみならずこういった野球ができた、改めて8月3日思うところ、秋山さん最後にお願いします。広島の皆さんにとってはもう大切な日というか、まあ、忘れられない日だと思いますし、もう僕も、外から来た人間ですけど、やはりこういう、まあ、野球ができていること、そして応援してもらえることを、これからも、心に秘めて、皆さんと共に、この日を忘れずにやっていきたいなと思います。いや本当に、一つ勝つまでたくさん応援いただきありがとうございました。これからも、ここにとどまらず上を目指してやっていきますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。今日は秋山翔吾に選んだ東京国際試合を選びます。また、スタッフの最高の選手、秋山選手となります。